定時間ではですね9時半までみんなで一緒に踊り続けたいと思います。またこちらのステージでは次から次へといろんなものが繰り出されますので、どうぞお楽しみになさってください。さて皆様、お祭りといえば縁日ですとか楽しんでいただいておりますか？今日はキッチンカーも特別に出店しておりまして、唐揚げですとか焼きそばですとか生ビールを楽しんでいただくことができます。キッチンカーまたは縁日を楽しむためにはチケットが必要になります。チケット販売ブースが会場2カ所にございますので、そちらにてチケットをお買い求めください。また今日は大変暑くなっております。熱中症などならないように水分または適度な塩分心がけてください。さてここからのお時間は公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会によるステージです。またステージを撮影した画像や映像音声データにつきましては東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する競技活動などで使用されることがございますので、どうぞ皆様ご了承くださいませ。さあそれではここからの司会はこの方にお任せしたいと思います。テリー伊藤さんです。どうぞ。こんばんは、テリー伊藤です。よろしくお願いします。いや、すごい人で嬉しいですね。今日ね、私ども実は浴衣で来ました。この浴衣ね、2020年東京オリンピックそしてパラリンピックの正式な浴衣なんですよ。いいでしょ、いい感じですよ。いいですよね。皆さん知ってますか、もうね2020年東京オリンピックパラリンピック3年を切りました。やってますよ。そして今日ね皆さんにお知らせがあります。この実はですね、まあオリンピックに向けてですね、最初の東京オリンピックっていうのは1964年なんですが、その時に南春夫さんが東京五輪運動、これをですね、まあ歌って大ヒットしたんですが、今回もあります。あるんですよ皆さん。そうなんです、2525、これですね東京五輪運動はですね、いよいよですねリメイクされまして、組織委員会の方から発表になります。これがまたすごいですよね。一体どんな、ね、人たちが歌ってくれるのか。今まではですね南春夫さんなんですが、今回はこちらの3名の方いたいと思うんですが、まもなくですね映像が出るんですが、あちらこれちょっとですね映像映りますか、出ますか、ね、まあ、まだ出ないと。それではよろしいですか。はい、じゃあお願いします。あ、あゆみさんです。かわいいですね、紹介しましょう。白と青、そしてですねピンクもありますのでね、まだネットで買いますので、ね、よろしくお願いします。まずはこちらです、どうぞ。加山雄三さん、もう実はね今回ね4度目の成人式で4度目の成人式を迎えた方ですよ。そして続いてはこちらです。竹原ピストルさんです。もう大ね、もう魂の心を持った男ですよ。そして3人目はこちらです。石川さゆりさん、もう芸能生活今年ね45周年ということでですね、あ、今見てください皆さん、ほらこれがですね1900年、あの時ねから持って2020年こういう形でですねなっていくんですけども、今あちらのですね皆さんから右手ですね、これを、まあ、これですね、こういう形でですね、皆さんの中に見られますので、今日はですね、皆さんにここで初めて振り、そして歌もね、皆さんにご紹介したいと思いますので、振り付けのですね、先生を紹介したいと思います。ヒデさん、お願いします。どうぞ。野田秀樹さんの舞台振り付けやってます。さらにですね星野源さんのミュージックビデオの振り付けです。源さん、はい、今回のね東京の、はい、
小さいお子さんから大人の方まで、はい、なんか楽しめるような感じにしてみたいなっていうのと、あと今回新競技、はい、競技やってさ、空手とか、はい、野球、空手、野球、ソフトボール、はい、あとスポーツクライミング、あ、これ日本もね、メダル候補いっぱいいますよね、はい、で、あとはスケートボール、あ、スケボーは日本の選手強いですからね、これもね、皆さんね、期待していいです、メダル、はい、あと一つ、サーフィン、サーフィン、サーフィンですよ、これもね、実は日本メダル候補です、取れます、さあ、そして、パラリンピック、はい、パラリンピックの、新競技2つありまして、はい、パラバドミントンですね、バドミントン、バドミントンもパラリンピックがありますよね、はい、強いですよ、はい、あとテコンドーです、テコンドー、はい、テコンドー、これ韓国全然強いですけど ね、頑張ってますね、はい、さあ、そういうのも含めて、はい、ですからですね、車椅子の方も一緒になって、そうですね、ボードで乗ることができる、はい、はい、はい、皆さんも、ね、ぜひですね、まあ、東京の方ばかりじゃないと思いますので、今日ですね、このね、ノリと振付をですね、覚えていただいて、まあ、もちろん今日だけでは覚えられませんので、YouTube、YouTube でですね、皆さん、ぜひチェックしてほしいと思います。もう昨日のね、公開されてますのでね、もうちょっとやってもらえますか。はい、はい、じゃあ、一応、ちょっとだけ、はい、最初にですね、漢字の2を書くんですね。漢字の2、はい。で、2を書いたら、そこから0を書きます。丸を書きます。2、0の。そうです。それを連続で書くと2、0と書きます。そんな難しくないですよ。ちょっと皆さんいいですか？お願いします。はい。2、0、2、0。そしたらその右、左、上っていう感じ。あららららら。それを聞いてみますか？はい。そして、あとは新競技ですね。新競技のところは、まず空手のポーズをします。空手のポーズを取る、はい、はい。そこから野球に行って、ソフトボールに行って、クライミングです。そういうイメージです。そしてスケートボール。あ、そこまで入りますよ、はい、そこまで。そしてサーフィンまで行っちゃう。おいらら。じゃあもう一回取るだけ、もう一回。もう一回行きます。はいはい。空手行きます。空手行った。野球行きますか。野球行った。ソフトボール行きますよ。はい。スポーツクライミング行きますか。はい。スケートボードを乗ってください。今度、サーフィン乗ってください。そして、セーターで回りましょう。さすが。おいしいですね。さあ、そして、これ今日はどういう感じで見てますか。今日は、全部、初めて、はい、人で、皆さんと一緒にやって。そうなんです。ぜひこれ、初めての本邦初公開。そうです。はい。はい、皆さんもよかったら、真似てやってそうですね、あのは、まあ、これは、まあ、面白いと思ったらぜひね、はい、そうですね、はい、あとは皆さん振付のね、はい、一緒に踊ってくれる方もそうですね、はい、じゃあすみません、この方々もいいですか。じゃあ皆さん、どうし出てきてください、お願いします。あらら、あゆみちゃん、かわいいですね、よろしくお願いします。さあ、あ、またこれまたイケメンのとこ出てましたね。あらら、もうみんな可愛いですね。ちょっとどういう感じか教えてくれてもいいですか。そうですね、はい、まず手拍子をこれを6回くらいやりましょう。そしたら先ほどやった漢字の2を書いてください。もしくは難しい方は片手でもいいです。もしくは1点だけでも結構です。2書いて丸書いて、もう一度2書いて丸書いて、そしたら右に払って、左に払って、上、はい、ちょっと、サインがちょっと違う風になるんですけど、もっと気にしないでやってみましょう。で、そのまま右足で2回で、左足で2回で、ハッピー&ピース。これがハッピー&ピースです。なるほど。はい。そこから温度のように、右左、右左っていきます。はい。後ろに下がりましょう。はい。そのまま1回回ります。ポン、回ります。下をこう、粋な感じで、よっしゃ、なるほど、よっしゃって言って移動します。はい、最後です。オリンピックの顔と顔、ここから左手でオリンピックの輪を描きます。それはすごいですね。レシーさん、進行、あらあら。そしたらくるっと回して、トン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 、もう一度大きく5つ円を描きます。じゃあちょっとこれ1枚いってみましょう。
お願いします。この話題はこっち回りになりますので、はい。